皆さんこんにちは。昭和時代、日本映画は全盛期でした。銀幕のトップスターが何人も輩出され、石原裕次郎さん、小林旭さんらが活躍しました。小林旭さんの若い頃のイケメンぶりは半端なく、当時のアイドルとも交際し同棲もしていたことがあります。今回はそんな小林旭さんの私生活や近況について深掘りしていきたいと思います。小林旭さんは1938年11月3日生まれ、東京都世田谷区の出身です。生まれた年は公式サイトのプロフィールでは1938年なのですが、同年代に活躍していた梅宮達夫さんの証言によると1935年であるとしています。こちらの年代は小林旭さんの実弟に聞いた話ということで信憑性が高そうです。小林旭さんは明治大学文学部を中退して1955年に第3期日活ニューフェイスに合格しました。翌年に公開された映画飢える魂で本格的なスクリーンデビューを果たします。その後1950年代の終わりから1960年代前半にかけては、主演作ギターを持った渡り鳥などの渡り鳥シリーズや銀座旋風寺シリーズなどで日本映画の全盛期を駆け抜けました。1970年代には仁義なき戦いシリーズなどで小林旭さんの渋い魅力が光りました。タフガイの石原裕次郎とマイトガイの小林旭は日活二枚看板として大活躍しました。ちなみにマイトガイとは力感に満ち溢れたエネルギッシュな男性のことを言います。1967年現在の奥様である女優の青山京子さんと結婚しました。青山京子さんは本名を小林みどりと言い、1935年11月23日生まれ、東京都世田谷区の出身です。玉川製学院高等部在学中の1952年、東宝の丸山誠二監督の作品「思春期」のオーディションを受け、2000人の中から見事合格して映画デビューを果たしました。映画公開後に本名から青山京子に改名し、活動していくようになります。映画では「潮騒」「赤穂浪士」、テレビドラマでは「兄妹」「水戸黄門」「龍馬が行く」などに出演しています。中でも1954年に公開された「潮騒」は青山京子さんの出世作となりました。1967年には小林旭さんと結婚したことで俳優業を引退しました。決して演技の勉強を怠らなかったという15年間の活動期間に出演した映画は72本と言われています。昭和の俳優史を彩った一人と言えるでしょう。結婚後は家庭を守ることに専念し、小林旭さんを支え続けました。大女優から家庭に入り、主婦一筋というのはなかなかできることではありません。後年、小林旭さんは制作したテレビドラマやゴルフ場経営の失敗から莫大な債務を背負うことになりましたが、ヒット曲「昔の名前で出ています」で全国のキャバレー回りをして完済しています。自分が好きに行動できるのは家庭がしっかりしているからであるとし、妻に感謝していると語っています。青山京子さんの内助の功が大きかったと言えるでしょう。小林旭さんの妻、青山京子さんは2020年1月12日、東京都内の病院で亡くなりました。享年84でした。肺がんを患っていましたが、最後まで意識を失うことなく、最後の一呼吸まで自分で呼吸して永眠されたそうです。長女の小林正美さんは、母親の青山京子さんが亡くなった際にブログを更新しています。青山京子さんは、とても明るく芯の強い人だったそうです。母親として厳しい面もありながら、楽しいことが大好きで、楽しむときはとことん楽しんだと言います。また、料理が得意で、小林正美さんもたくさんの料理を教わったそうです。女優を引退してから53年、妻として、母親として生涯を全うした青山京子さん。いろんな人から好かれた素敵な母親だったと綴っていました。女優として一花咲かせ、家族に尽くし、充実した幸せな人生だったに違いありません。小林旭さんもさぞかし肩を落としていることでしょう。小林旭さんは青山京子さんとの間に娘と息子の2児を設けています。小林旭さんの子供を検索するとトルコというキーワードが出てきますが、
小林明さんのお子さんはトルコと関わりがあるわけではありませんでした。おそらく顔立ちが濃いためトルコ人ではないかと疑われたようですが、小林明さんのお子さんたちはれっきとした日本人です。長女のお名前は小林雅美さんといいます。ロックバンドアラフィフズのボーカル。2013年2月4日に立ち上げた芸能事務所ブライエンターテインメンツ株式会社の代表。さらにはスリランカカレーやマチャランカの店主など、また超セラピストという多数の顔を持った多彩な方です。また愛猫家でもあり、現在保護猫を11匹も飼っています。弟の小林和道さんは小林明さんのプライベートレーベルであるマイトガイレーベル代表取締役で、株式会社マイトガイレーベルのブログを開設いたしました。2017年は俳優、歌手、そしてプロフェッショナルを目指す人たちの役に立てるように多種多様なワークショップを企画しています。レーベルの枠にとどまらず、アーティストのツアーやステージのサポート、さらには歌手や俳優のデビューや活動のバックアップも行うプロダクションとしての側面もあるようです。師弟の名前を合わせると真実一路、真実のみを信じそれを貫くことという意味になります。師弟の仲もとても良いようです。さて、小林明さんには認知症ではないかという噂があります。実は認知症ではないかという噂が広まったのはテレビ出演した際の言動にあったようです。2017年バイキング出演時に小林明さんの不適切な発言がありました。この時はラスベガスで起きた58人が犠牲になったストリップ乱射事件についてのコメントを求められていました。その中で放送上は好ましくない言葉を使って批評したのです。これを生放送で発言し、言動にブレーキをかけられないという理由から認知症なのではないかと言われるようになりました。しかしこれだけで認知症だと決めつけるのはおかしいのではないでしょうか。性格も起因するでしょうし、その場の雰囲気の気持ちの高ぶりということも考えられます。年齢的に衰えは見られることもあるでしょうが、80歳過ぎても元気にコメントできる方がすごいとは思います。また同番組内で小林明さんのヤクザのトップから驚きの対応をされたことを MC の坂上忍さんが明かしました。小林明さんがヤクザ映画のロケで新潟に滞在していた時のことでした。小林明さん一行が高級クラブで飲んでいると、本物のヤクザが入店してきたそうです。そのメンバーの一番偉い人が小林明さんの前に現れ、ご挨拶に来ましたと頭を下げに来たそうです。どちらがヤクザなのかわからなかったという珍エピソードを披露していました。また小林明さんはヤクザとゴルフを楽しむ仲だったといいます。しかもそのことを芸能関係のパーティーで全く隠さずに話すようです。さらにヤクザの親分とは、そんだけの人間を仕切っているんだから立派なもんだと褒めるので、周りの関係者は困ったそうです。世間的にはヤクザの関係者と仲良くすることはご法度のところはありますが、小林明さんはそのヤクザ関係者と息が合うので、ゴルフに行って楽しんでも何ら疑問に思わないのでしょう。さらに小林明さんは続けて述べます。親分と一緒にゴルフやって何がいけなかったの？誰が迷惑したの？ただゴルフしただけだよ。親分がゴルフ主催して、そこに俺も一緒にして、和気あいあいと仲良くゴルフしてケラケラ笑って遊んでいただけで、何もそのゴルフ場で人情沙汰が起きたわけでもなきゃ、何でもないよとヤクザとの交際自体を何の悪びれもなくしていることを暗に認めています。そして昔から日本には興行の世界があって、それがずっと尾を引いているんだから、そういうことを全部なくしちゃって、何でもかんでも暴対条例だからって法律で縛ってゼロにするって、なんでそこまでやらなきゃいけないんだって思うよと個人的試験を語っています。最後に小林明さんは、俺がヤクザとゴルフしたからって誰が困るってんだよと言っています。小林明さんとしてはヤクザだろうが同じ人間で、一つの団体として見ているのではなく、個々人として付き合い息があってゴルフを楽しんでいるのだから、何の問題があるのかと本当に疑問に感じているようでした。さてそんな小林明さんは1961年美空ひばりさんと雑誌明星での対談をきっかけに交際を始めました。
その時は結婚などは考えていなかったようです。しかし美空ひばりさんの意を汲んだ父親代わりの山口組三代目の田岡和夫氏から強引に頼まれ拒めず、1962年に結婚しました。小林明さん24歳、美空ひばりさん25歳でした。演歌の女王美空ひばりさんは幼くしてデビューしているため、恋愛にはとても疎かったそうです。1962年、美空ひばりさんは少女時代からの人気がピークを過ぎ、大人の女性へと脱皮しなければならない時期を迎えていました。そんな中での結婚だったのです。しかし世田谷区に新居を構えての結婚生活は1年半で終わりを告げます。後年小林明さんは2人の結婚生活を公表同棲と表現しました。懸命に良き妻を演じようとし、女としては最高だったとテレビ朝日で放送された徹子の部屋で10回しています。ただ美空ひばりさんの母親の反対で戸籍上は入籍していない事実婚で、戸籍上美空ひばりさんは生涯独身でした。二人が結婚生活を送る上でネックとなったのは、常に夫婦の間に介在していた美空ひばりさんの母君江さんだったといいます。ステージママであり美空ひばりさんと一卵性親子とまで言われた母君江さん、小林明さんとの結婚を快く思っていなかったのは明らかで、後に人生で不幸だったのは娘が小林明と結婚したこと、幸せだったのは小林明と離婚したことと公言しています。やがて一時はセーブしていた美空ひばりさんの仕事も徐々に増え、結婚生活の不協和音は高まっていきます。良き妻になろうとした美空ひばりさんもステージへの思いを残したままでした。その後1964年に事実婚を解消しました。当時事実婚という考えが浸透していなかったため、小林明さんは記者会見で理解離婚という言葉を使って説明しました。理解離婚という言葉は当時流行語となりました。離婚会見では未練は多く泣きたいくらいだと心の内を吐露した小林明さん、美空ひばりさんとの別れが本意でなかったことは明らかです。いかがだったでしょうか。今回は小林明さんの私生活や近況について深掘りしてきました。自由奔放な性格でありながら曲がったことを許さない男気あふれる小林明さん、今でもゴルフを楽しみ、2020年6月16日に YouTube にて小林明マイトガイチャンネルを設立しました。積み重ねてきた芸能生活の歴史や現代に思うことなどを毎回テーマに沿って YouTube だからこそ語れる独自の視点から発信をしています。いろいろな昔話などが飛び出し、古き良き芸能界の話が聞けると好評です。コンサートを現役で行い YouTube も更新するなど活動に衰えが見られません。元気にいつまでも男気あふれる男小林明でいてほしいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。